らが広島と東京2拠点で活動している中で、まあ、東京でいろんな人に会う機会があってすごくこうインスパイアされることが多いんですね。その時になんかそのインスパイアされたこう経験を僕だけのものにしておくっていうよりは、まあ、できれば事務所のスタッフにも同じようにその経験をしてほしいので合わせようというふうに考えてますね。それと同時にせっかくなら町の人にもその人のに会ってもらえるような場が作れればもっとこう町をインスパイアして広島の町をもっとこう魅力的だったりなんか楽しかったりそういう場所にできるきっかけが作れるんじゃないかなと思って始めました。解体したままの廃墟のような場所ですけど、でも例えばそこにまあ座ることができる発泡スチロールの塊を置けばそれは椅子になりますし、まあトークをする人が来ればまあある種あのその会議場のような場所になりますし、歌を歌えばライブハウス、料理を食べればレストラン、髪を切れば美容院というふうに僕らは空間を作る仕事なんですけど、作らなくても実はその空間を実現することができるってことをやはりこう理解して、本当に作る時に何が本当に必要なのかという本質を見れる、まあ、設計事務所になりたいという意味も含めて、まあ、あえて方位が空間に名前を付けるってことをコンセプトに、まあ、始めたのもあります。東京から広島に聞きに来たいだとか、なんかそういう環境づくりもしたいなという思いも込めて、まあ、場所を限定的にやっているっていうのもあります。会社を自分で今やっておりまして、もうお店も作るし、洋服も作るし、まあ、PR といって、まあ、雑誌媒体、お貸し出しして、まあ、載せるというか、掲載を取っていく仕事もやってますし、もう本当、他社さんからもお仕事いただいたり、まあ、自分たちでもあのお店を作ってやっていたりとか、まあ、ちょっといろんなことを多岐にやってる会社をやっております。南さんとは以前にも、はい、まあ、一緒にこう食事をしたりしたこともあったんですけど、やはりなんか今すごくいろんな世の中の物事がすごく複合的になってきて、何かこう専門のことを一つ特化してやるっていうこともすごく重要だと思うんですけど、なんかこういろんなことをやってるのにちゃんといろんなことが深掘りできている人って実はすごく珍しくて、なんか広く浅くみたいな風によく言われますけど、南さんの場合広く深い感じがして、なんかそれってこれからこうあの仕事のやり方もダブルワークが当たり前になるような社会背景があるときに、きっと南さんの考えていることや働き方ってそのヒントになるんじゃないかと思ったので、まあ、南さんに今度広島来てよみたいな感じであの誘ったら行きますみたいな感じで言ってくれて、あの来てもらうことになりました。以前だったら薬屋さんって呼ばれてたものが今はドラッグストアって言って野菜売ったり食べ物売るようになっているってことは、もはやドラッグストアじゃない状況が起きてますよね。それってなんかどんどんいろんな場所でそういうことが起きていて、ホテルという名でありながらカフェであったりとか、なんか美容院という名前でありながらなんかそういう癖が混ざってたりとか、なんか徐々にこういろんなものがこう融合される時代なので、なんかそれをある種作り出している一人でもあると思うんですよね。だからそういう人が普段何に興味を持って、どんな風にそのある種統合していくようなことを頭の中でこう行っているのかってことをやはり伺いたいですよね。じゃあ103回目の早速ですがゲストで南孝之さんです。よろしくお願いします。早速ですが南さんのお仕事なり少し、はい、教えていただいて、会社というかこの自分の仕事的なことで言うとですね、はい、そもそもはあの会社の中には、PR といってファッションとかファッション以外のものも含めて、媒体、まあ、雑誌だったりとかそういうこのメディアに載せていったりとか、その、ブランドさんのブランディングを行ったりとかして、まあそのまあ、簡単な日本語で言うと
ブランドを人気にする仕事です、うんうん、というのを外注ですね、基本的には受けて、やっております、はい、ともう一個は、ディレクションとかデザインっていうカテゴリーになるんですけど、うん、お店を、ゼロから考えて、コンセプトから考えて、うん、まあ、最終的にまあその設計から施工から、ウェブのデザインから何から、下手したら商品の仕入れから、うん、オリジナルのブランドの開発とかまで全部やって、まあ、入り口から出口までやるみたいな、うん、で最終はその PR の方が出口になってまして、うん、それをまあみんなに知ってもらうための、ツールが最終的なところまであるっていう感じですね、うんうん、でまあ、3つ目にあるのは自社でやってるものですけど、まあ、僕の表現としては、はい、完全に自社で全て行っている、まあ、ブランドですね、洋服のブランド、うん、まあ、グラフペーパーというお店もやってるんですけども、それとあとフレッシュサービスっていうまた別のちょっと事業がありまして、うん、この2つを軸に、まあ、今、自社のものは展開して、なんか人の仕事を受けたりもするし、自分たちで作ったものも売ったり作ったりするみたいな、なんかそういうちょっと変わった会社というか、はい、変わった会社なんですかね、これが YNG ですよね、はい、これ一番最初に中目黒で作った店ですね。結構この頃ってね、南さんの紹介文にも書きましたけど、うん、ライフスタイルショップみたいなものってなかったじゃないですか。なんでないのかがよく分かんなかったんですけど、うんうんうん、これの場合は中目黒っていう街って結構僕住んでたことあって、はい、なんか結構生活してる人たちも結構いるのに、うん、結構そのお店があったりとか商業的な部分もあったりっていう、なんかちょっと変わった街で、うん、なんかその簡単に言うと、まあ、ノイズになるような店を作らないようにしようっていうのがまず最初のなんていうか出発点というか、うん、はい、なんか昔から中目黒にあったみたいな店を、うん、作ってやろうと思ってまして、はい、まあ、それで何なんだろうそれってって思ったら、まあ、家かなとかって思って、うん、まあ、そこで連想ゲームみたいにして考えるんですけど、大体、はい、まあ、家か、家作ろうと思って、家の中にまあ服しかない人って気持ち悪いじゃないですか、はい、まあ、ないと思うんでそういうの、うん、まあ、そこに生活があるものと、まあ、服もあって、まあ、その衣食住全般があるっていうのがまあ基本的には人間の生活だと思うんで、それをちょっと作ろうと思って、でオープンの2週間ぐらい前に、うん、名前決めてくれって言われましてオープン2週間前まで名前決まってなかった。いや、俺名前決めるのが本当に苦手なんですよ、はい、でも全然名前決まんないなと思って、で上から図面見たら、あ、これ間取り 1LDK だなと思って、で 1LDK でいいやと思って、でなんか海外の友人とかに聞いたら、なんかこう日本しか 1LDK って言わないらしいんですよね、はい、間取りのことなんかワンベッドとかワンベッドルームとかツーベッドルームとかそんな感じで言うらしくて、うん、まあそれ日本人っぽくていいやっていうのと、うん、まあ、海外の人から見たらなんかよくわかんないし名前も、うん、あとはですね、電話に出るときですね、うん、言いやすいかとか、はあ、あとなんかこうダディジュデドとかなんか濁点がつくといいよって先輩が教えてくれたんで、なんか基本的にほとんど濁点つけようとするんですよね、何にも。なるほどね、はい、うん、なんでそれで、まあ、あ、いいじゃんと全部、でみんな知ってるじゃないですか 1LDK って、うん、なんか日本人の人なら、うん、だから、まあ、それもいいなとかって思って、なんかすごく特別なことが面白いっていうことじゃないよっていうお店をやりたいっていうのがあったので、うんうん、まあ、それが、まあ、このお店の出発点 でこれがまあ僕が今自分の、お店として作ったグラフペーパーというお店ですね、はい、うん、まあ、これが結構自分的にはすごい気に入ってて、うん、僕はねその結構作った空間とかをこう設計してる人たちがいて、はい、で洋服のデザイナーさんがいてとか、まあ、セレクトショップのオーナーさんがいてって、こうやってもう、うん、作った空間に物が入るじゃないですか、はい、なんか結構台無しだなと思うときないですか。物が入ってないときが一番いいみたいな。そうそうそう。俺なんか物が入ってないときが一番かっこいいなっていつも思っててうんうん、うん、表側に一切物が出ないように作ればいいんじゃないかっていうのが出発点で、うん、自分の店だからできるよね。そう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 。これクライアントだと怒られちゃうかもしれないですけど、ええ、
で、あのそのキャンバスの中に、うん、あの収納を全部入れて、うん、でそれの中に入っているものを、まあ、展示しながら説明しながらお客さんにコミュニケーションしながら、うん、あの説明していくっていう、まあ、ギャラリーとしての機能を持ったお店、うん、まあ、1LDK の時はお家がコンセプトだったんですけど、うん、こっちはもうギャラリーが、うん、をなんかその面白くできないかっていうか、もうちょっとその僕ら の, そのアパレルのアパレルで売るお店の中に何か活かせないかっていうのが、まあ、出発点でやってましたね、うん、これはこれはあの黒いパネルがなんかあの画面にありますけど、あれ全部大きな引き出しになってて、こう引っ込めるとなんか黒い絵がたくさん飾ってあるみたいなギャラリーになっちゃうんですよね。だから黒い引き出しをこうわざわざ開けない限りは商品が見れないっていう構成なんですけど、なんかあれってこう自分で商品を探す感じになるから、商品への向き合い方がすごい能動的になりますよね。そうですね、ええ、なんか僕あの販売員出身なんで洋服屋の、うん、あの普通にラックがこうバーッとあって洋服があるっていうところでこうなんて言うんでしょう、お仕事をするというか、うん、ご説明していくんですけど、入り方難しいんですよ結構、うん、あとなんか声かけてくんないよみたいな人もいるし、うんうんうん、だから結構そのテクニックがいるんですけど、これの場合は、うん、あの閉まっちゃってるんで、うん、開けないと、うん、強制的にコミュニケーションを取らないと、うん、中のものが見れないという、開けていいですかっていう開けるという行為を見せるというところが始まるんで、開けてこうやって開くんですよっていうと、うん、大体結構そのおーってなって、うん、ちょっとこう硬い感じの感情の人がちょっとほぐれるっていうか、それでなんかまあいろいろ一個一個説明していきながら、まあお客さんにちょっと見てもらいながらって感じですね。もう今はなんか結構もうみんな普通になっちゃいましたけど、はい、当初はもうこれ何ですかみたいな、で変な場所にあるんですよ、すごい裏の裏の路地の最も原宿でたどり着きにくい店ってなってますよね、はい、なんでなんか最初の頃はお客さんがもうすごい怒って入ってきて、うん、どうなってんだよこの店はと、で、ええ、こんな分かりづらい場所に作りやがってみたいなこと言われて、ええ、すいませんって謝ってしょうがないじゃんとか思っても、まあ謝りつつ、うん、で中入ってきて、そしたら何もねえじゃんとここまで来て何もねえのかこの店はみたいなことになって、うん、でそこでいや実はと、うん、開けるとおおってなって、うん、で、まあ、最終的にはよかったなっていう笑顔で帰ってくる、なんだかんだ気に入ってくれるっていう、はい、そういう感じですねこの店、うん、これ去年ですよね、うん、そうです、オープンが、これが本当に、まあ、僕の人生の中で一番大変でしたね、 今40何年やってきて、僕なんか結構そういう商業施設みたいなのが嫌いで、うん、なんでかっていうとすごいルールあるんですよ、うん、確かにあれはダメだとかこれはダメだとか、うん、なんかすごい言ってくるん で、あとはその結局なんか全部同じようなお店が入ってるなと思っていて、どこに行ってもね金太郎飴って呼んでるんですけど僕は、またなんか金太郎飴みたいなビール作るんですかって聞いたら、うん、まあ、金太郎飴は作らないと、うん、なんか言い切るので、うん、本当かよとか思ってたんですけど、うん、でなんかそのメインになるようなそのビールの象徴的なお店をやってほしいということだったんで、うん、最初になんかこのプレゼンを出しに行くんですけど、はい、まあ、ほぼこんな感じだったんですけど、うん、なんかこの中にこう床屋はあるわ、居酒屋はあるわ、うん、まあ、洋服屋はあるわ、メガネ屋はあるわ、本屋はあるわみたいな、そういうなんかマーケットをやりたいっていう話をして、うん、まあ役員の人みたいななんか偉い人とか出てきて、はい、もう口が開いた口が塞がらないみたいな感じなんですよ、ええ、でまあなんか例のごとくなんか望遠がどうだとか、うん、なんかそんなようなこと言ってきて、うん、あもうこれダメだなと思ったんですよ俺、はいはい、これはまあ多分落ちたなと思ったら、なんかその若い人たちっていうんですかね、三井の人たちでもなんかその現場をやってる人たちがすごい気に入ってくれて、はい、ぜひやりましょうっていうことでなんか上を説得していただいたみたいで、うん、それでまあこれがあのやることになったんですけど、本来商業施設っていうのはこうたくさんの店舗と、まあ、道が設計されるんですよね。でその大きな区画の中にさらに道とお店を設計してる感じなんですよね。だから商業施設の中にもう一つ商業施設作るようなのがこの日比谷マーケットで、
まあ今までそんなことはされてなかったですよね。あのまあ道路交通法がなんだとかいろいろ法律的なことがあるので、道を自分たちで作れば、うん、法律関係ないなと思ったんですよ。なるほどねで道を作ってそこに店があるものを作ればいいと、うんうん、でまあ名前は本当に最終的にはなんかその日比谷の馴染みがなかったんで、まあ、俺たちが真ん中だと、うん、言い切ってしまおうと、うん、で日比谷っていう街にうちみたいなこのマーケットがあるっていうのがもうメインだって言い切ってしまう店を作ろうと思って、うん、でそれがまあこの、まあ、日比谷セントラルマーケット。そうですね、うん、これでも谷尻君来たことあるよね。もちろん、はい、どう思いました逆に。ずるいと思いました、ね、なんでさっき言ったように商業施設に行くと、うん、もう本当同じトーンで同じトンマナでいろんなお店があるから、うん、驚かないというか、うん、でこういうカオスもあったり、いきなりグラフペーパーのような、うん、もうスコーンと真っ白で抜け感がある、うんうん、この都市の中のこの密度が高い中に、うんうん、いきなりこうブランクがポンと現れたりすると、うんうん、人ってやっぱりハッとしちゃうんで、うん、なんかその辺の抜き加減とか差し加減がすごい絶妙だなと思って、僕らもそういう仕事しないといけないじゃないですか普段。だからすごい勉強になるなと思って、うん、だこのコンテンツの中身が結構作れるっていうのが多分いいんでしょうかね、うん、僕らの場合は多分強みなのかなと思ってるんですけど、うん、でもそう感じてもらえると嬉しいな、うん、なんか実はこれあのオープンの3日前ぐらいにちょっとこれであのパリのコレット閉まっちゃいましたけど、コレットのサラがなんかどうしても来たいっつってなんか来てくれて、はい、なんか日本人って日本のデザインすごくいいものいっぱいあるのに、うん、日本人が一番気づいてないよねってさらっと言って帰ってらしいんですけど、うん、自分のスタイルって何なのかなっていうのをなんか最近まあ43にもなって考え始めた時に、まあ、よくよくそういうこと聞かれるので、うん、なんかすごく特別なことに興味がないんですよ多分。うん、なんかこう誰もが見たことないようなものを作ろうとかって思ったことがなくて、なんかこう日常の中に一番面白いことがあるんじゃないかなと思って探してるタイプなんで、うん、なんかここにあるものも実は全員知ってるし、なんか床屋さんの前でなんかみんな写真撮ってったりするんですけど、うん、床屋さん君の家の近所にあるよってなんか結構心の中で突っ込んでたりしてて、うんうん、なんかその配置とか位置とかどこに何があるかっていうことで面白くする、うん、例えばですけど、まあ、1LDK の場合は家ってまあみんな家に住んでますし、うん、結構実は当たり前のこと、うん、で実はそれがなんていうかこう違う場所にあったりとか違うなんだろう、うん、お店っていう形態になったところで変わったりするっていうのがあって、なんか結構そのギャラリーもまあ皆さん多分普通に知ってると思うんですね。ギャラリーに行ったことない人っていうのもあんまりいないと思うし、ギャラリー自体をというもの自体を知らない人もいないと思うんで、なんかこれもまあマーケットは知ってるし、床屋は知ってるし、居酒屋は知ってるし、なんかすごい特殊なことがないというか、なんかみんなが結構当たり前にはなこと、普通のことをちょっと視点を変えたりとか、あの配置を変えることによって面白くできるよねっていうのが、うん、なんとなく僕の多分今までやってきたスタイルというかそういう感覚なのかなと思っていて、うん、なんか昔から南さんは割といろんなことに興味を持つ少年だったんですか？だからまあ小学生ぐらいの時はなぜかね鳥に執着してまして、うん、鳥の名前をめちゃくちゃ覚えてるっていう謎の少年でしたねちょっとよくわかんないんですけど、なんで執着したのかわかんないですけど、はい、確かなんかいとこかなんかからセキセイインコもらって育てたんですよ、うん、はい、そしたらまあ鳥に興味持ちまして、うん、でそこから鳥を調べ始めまして、鳥いろんな鳥を、うん、そういうなんか一つなんかこう一個執着するとこがあるのかな。その割にはあの飽き性で、うん、結構すぐ目移りするんですよ。その次が、うん、の鳥の次のトレンドがの犬だったんですけどだから異常に僕犬の名前覚えてるんですよ、うん、だからその歩いてたら犬種とかボソッとか言ってる時あって、うん、結構やばいやつだなっていう感じしますね自分男の人ってやっぱ結構車とか好きじゃないですか、はい、
僕全然車興味なくて、いまだにあの、うん、運転免許も持ってないんですよ、はい、全く興味持てないものについて何もできないんですよね。興味を持つと結構頑張るけど、興味がないと何もできないという、まあ、ちょっと人間としてはどうなのかっていうか、うん、まあ、当たり前に普通の人ができることはできなかったりする時もあります。あとちょっと多動の気がありまして、はい、一箇所にいらんないんですよあんまり、うん、で今日もなんか今ちょっとさっきあの休憩入れていただいたんで、はい、助かりましたけど、だいたい1箇所に2時間ぐらいしかいられないんですよね。でもそれ一般的には、はい、まあダメじゃないですか。ダメです、ダメ。でもダメなのにそれ活かせるなってなったのはなんでなんですか。皆さんアパレルのことってあんまり分かんないかもしれないですけど、うん、普通に言ったら販売やって、うん、まあ、しばらくしたら店長さんになる人もいたり、うん、そのバイヤーさんって言って、うん、まあ、その仕入れをやる人になったり、なんか VMD とか MD とか、まあ、数字やったりとか、そういう空間やったりする人に分かれたりとか、いろいろなんかこうあるんですよ、うん、で僕の場合はやっぱりそのなんて言ったらいいんだろうな、そういう感じでこう一個のことをやってこなかったんで、なんかそのまあ、その意味ではそのアシュペイフランスって会社に感謝なんですけど、無理やりあれもこれもやれって言われる会社なんですよ、人少ないし。だから仕入れやりながら、販売やりながら、 PR やりながら、お店のことも考えながら、お店のスタッフの教育もしながら、みたいな、そのながらを 5,6 個やらされるのが普通だったので、それはだから逆に僕は合ってたのかもしれないですね。普通はやっぱりこう一つのことをやりたいって思うと思うんですよ、うん、だから僕がバイヤーになりたいと思ったらバイヤーの仕事以外したくないっていうか、なんていうかな、こうしないとか、うん、それで突き詰められてる方々って全然いっぱいいらっしゃって、はい、それはそれで僕は素晴らしいことだと思うんですけど、僕はどっちかっていうと、うん、そのある程度理解したらもう次行きたいみたいな感覚だったんでしょうね、どっかで、うん、さっきの話で鳥をひたすら調べて、ここまで行ったらもういいなっていう、はい、で次に犬めちゃめちゃ調べてるじゃないですか浅い人って鳥もめちゃめちゃ調べてない気がするんですよなんか鳥に興味は持つけど、うんうん、そこまで調べないし、はいはい、だから深掘り癖がついてるんじゃないかなと思って。それはあるかもしれないですね。だから最初できなかったことが今できるようになってるっていうことって結構 あるので、うんうん、それはやっぱり多少年月がかかることもあって、はい、そんなにまあ物事って簡単じゃないので、うん、まあ、それをなんか自分の会社で、うん、自分の身銭を切って、うん、学校ではなく、うん、失敗しながら学んでるって感じなんですよね、うんうん、例えばですけど、まあ、家具の仕入れとかもやってますけど、はい、まあ、それ やり始めてもまだ1年2年経ってないぐらいですけど、うん、まあ偽物つかまされたりとかですねまあしちゃうわけなんですよ、まあ、とはいえ、まあ、高いもの買ってるしね、まあ、その結構スタッフに怒られるんですよ、うん、でなんかもうすごい怒られるんですけど、うん、だからまあ今回あの前も来ていらっしゃってると思いますよ、中原さんって、あのランドスケープの、うんうん、まあ、あの方とかもそっちの業界じゃもうレジェンドみたいな人ですから、うん、まあ、一緒に買い付け行ってくれたりとか、うん、なぜかすごくよくしていただいてるんですけど、うん、なんか失敗しなきゃダメだよって言われて、うん、なんかそういうのって失敗しないと分かんないからねみたいなので、うん、まあ、優しさなのかどうか知りませんけど、僕はそれを結構糧に頑張ってるんですけど、お仕事を断ることはあるんですか。あるんですよこれが、はい、興味ないことに頑張れないタイプなんですよ僕。興味なさそうなことでも話は聞いてみます。最初に、はい、からいきなり僕が聞くときってあんまりなくて、はいはい、マネジメントやってる子とかがまず入り口立つんで、うん、で、まあ、その話聞いといてもらって、うん、で後でこういう仕事です、こういう仕事なんですけどやりますやりませんかみたいな話になって、うんうん、結構ケースバイケースなんですよ。僕できるだけ全部会うようにするんですよ。ああ、はいはい、する会うとでも全部やりたくなっちゃうんですよなんかどこかで他の人に例えば会ってもらった時に、うん、なんかこう表面的なことだけで決めてるんじゃないかって思っちゃうんですよ、どっかで。あ、本当にその人の大事なとこ聞けてるみたいな、うんうんうん、うん、それはあるかもしれないですね。だからなんか会わずに断ると、うんうん、誠実じゃない気がして。確かにね、
かといって会うと結果全部やりたくなっちゃって、例えばすごい変な人でも、うん、この人他の事務所じゃ絶対やってもらえそうにないなとかこれを攻略できるのはうちしかないんじゃないかとか変な使命感感じる まあすごいちょっと育ちが悪いんであれですけど、さすたばで顔引っ張たかれるみたいな感じで来られると嫌だなって思っちゃうタイプなんですよね。それは僕ももう全く一緒ですねだからわりかしこう大きい会社さんとかが結構上からドンと来られると何ってなってやんねみたいな話になっちゃうことが多いですね。どちらかというとそのこれからです僕みたいな人たちの方をお金関係なくやってしまうとこがあるとこがもう本当に大いに分かりますねお金持ちの人とか僕らも頼まれるじゃないですか、はいはい、心の中では豪邸とか作りたいんですよできることならそれもどうぞどうぞっていうぐらいね。これも金持ってる人って、うん、ある種ちょっと利己的、まあ、周りが言うことを聞いてしまうことに慣れてる人なんで、うんうん、ちょっとこう言うとなんかこう気に入らない感じになると、はいはいはい、なんかこううまくいかないんですよね、うん、だから結果なんかそういう仕事がなくなり一緒にやってこうみたいな厳しい予算とかのやつが残るみたいな、はい、わかる、はい、だけど 俺はそっちの方が楽しいなって思っちゃって、それでいつかその人も利己的になっちゃったら嫌だけど、うん、同じぐらい大きい何かになったらいいなって思って信じてやってるんですけど、うん、そうですよね。かといってじゃあ豪邸ばっかりやってる建築家とか周りにいたりすると、うんうん、まあ、ちょっと羨ましかったりもやっぱりするわけですよ。でもなんかこれじゃダメだって思ってるんで、うん、だとしたらプロジェクトも同じ温度でできる人に会えるようにならないといけないなと思って、うん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 、そのためにはそういうことを自分が先にやった方がいいなと思って、うんうん、だからなんか例えばホテルを作るっていうこともこれから、うん、なんかもうある程度そういうクオリティのものを作って、自分たちがこういうスタンスなんだって先に表明して、はいはいはい、それを見て仕事頼まれるようになれば、うんうん、なんかこうそれはそうかな、はい、だから僕の場合は例えば、まあ、日比谷のセントラルマーケットの時もそうだったんですけど、うん、あの世の中にありそうでないものを作んなきゃいけないので、うん、そのプレゼンの資料が作れないんですよ。なるほどね。なんでか、うん、なんでかというとこのないから、うん、結局もう一からもう作っもうこうなりますよっていうやつ持ってかなきゃいけないっていうか、うん、それを理解してもらうのがすごい大変なので、うん、だ最初から作っちゃえば、まあ、これの大きい版かとかこれの小さい版かとか、 なんかこれの感じのこういう感じかとかって理解してもらいやすいかなっていうのはすごいわかるかな、うんうんうん、であと一番最初にリスク自分たちで取ってるよみたいなところも見せれるし、そうですよね、うんうん、あのせっかくなのであの会場の皆さんからご質問もと思うんですけど、いかがですか。自分的にはなんか今までになかった視点って思っていても、なんかそれが人に受けるかどうかってすごい難しいと思うんですよ、うんうん、でなんかそれがうまくこう人々にハマっている、人々のこうニーズにハマるにはどうされてるんですかっていう、すいません、なんか日本語が不自由なんですけど。先のこと考えないんですよ。あ、先のこと考えないっていうのはあのそのビジネス的なことはまず一切最初の段階では考えないんですね。それはなんかの理由があって、あの考えちゃうとすごい面白いこと考えられなくなっちゃうんで、あのまずはもう本当に自分でこれやりたいとかの本当そのすごい純粋なところでいいと思っていて、そこからがやっぱりそのプロとしての仕事になると思うんですけど、あのお金をいただくことをやらなきゃいけないので、はい、そこから最終的にそのなんて言うんですよ、そのコンテンツが、まあ、お店でも何でもいいと思うんですけど、まあ、クライアントさん相手でもいいと思うんですけど、なんかその刺さるというか、うん、OK が出るようにするためにどうするかっていうことをすごい考えるっていう、結果的に言うと、はい、考えたことを誰かがどっかの段階で諦めると思うんですよ、うん、はい、で僕は多分やりきるんですよ、うん、あの何の手段を用いても、うん、あのそれが自分個人でできなくても、うん、だからそこがやっぱり大事なのかなと思っていて、うん、で周りの人にすごいあのこれダメだって言われたこと何回もありますし僕も、うん、だけど
だからチャンスだと思ってるんですよね。なんでかっていうとそのみんなと違うから、それがみんなと違うということだと思うので、みんなが僕いいっていうことを全然興味なくなっちゃうんですよ。なんか最初にこういうことしようと思うんだよねって言った時にそれいいねなんて結構100人ぐらい聞いて、100人いいねって言ったら100やんないですね。だいたいね50人ぐらいがノーだったらやりますね。アイデアだったりその情報だったりとか、そういう何かこうひらめきとか、そういったルーティーンとかコツとか、こんなことをしてますみたいなことがあれば教えていただけたらなと思ったんですが、結構その感覚的な話になっちゃうかもしれないんですけど、基本的に自分の、さっきの性格の話と一緒で、興味ないことにはもう全く反応しないので、アンテナが あるっていうか、脳みそにこう点を打ち込む作業みたいのがずっとあって、どこかに決めないでいって、もしくは、決められていく、この2個しかないんですよ。まずその、例えばですけど、こう何かの展覧会に行く、ギャラリーに行く、どっかのなんか建築を見に行くとかって決めていかないで、行ったとこ勝負でいろんなものを見たものを、これただ今日この瞬間ももう全部そうなんですけど、こう点を打ち込む作業をしてまして、それが要は空気を吸うみたいに、なんていうんですかね、してるんですよ。してるっていうか、意図的でなくできるというか、でバーッと打ってるやつがある時なんかこう何かが出た時にこうバーッとこう線になる感覚があって、それがなんか僕が考えてることっていうか、なんかこうセグメントしたくなるじゃないですか、人間って。こういう系統とかこういうものとか、なんかこういうものはこうあるべきみたいなものがあるので、それをだからもうその全部一切合切払って、本当に罵声の居酒屋さんからすごく高いレストランまで全部並列だと思ってて、僕はだからそれがなんかそのどっかにそのこういうことをやるときはこうじゃなきゃいけないっていうそのルールをまず頭の中から払って、でこう見て、で打って、それがいつか点になる時が来ると信じてるだけです。ユニクロとコムデギャルソンだったらどっちが売れてると思います？売れてるのはなんか今ユニクロさんなのかなっていうですよね、はい、なぜならユニクロには機能があるんですよ、はい、分かりやすい、はい、でコムデギャルソンも洋服という機能はあるんだけど、ユニクロみたいにヒートテックみたいな機能はないんですよね。あ、で世の中のほとんどの人は機能と価値があるものを手にするんですよ。だからアートは後回しなんですよ、機能がないと思ってるから。でもアートも実は置くことでなんかすごい豊かな気持ちになったりするという上では機能があるんだけど、でも直接的機能がないんですよ。だからほとんどの人は機能があるものばかりをコレクトするから、機能があるもの同士はくっつきにくいんですよ。けどああやって喫茶に招き猫を置くじゃないですか、あれ機能ないですよね。あれが実質的に人を呼んでるはずないんで。でも機能ないけど置くと喫茶店というものが完成しますよね、はい、でも世の中のほとんどの人はあの招き猫が必要だと思わないですよ。でもあれをわざわざ探しに行く俺もどうかと思いますけど、でもその機能がないものがあることに機能があるって理解したときに線で結べるんですよ、はい、線で結ばれるときって機能があるものは1個で成立してるから結ぶ必要ないんですよ、はい、僕はいつもそれ星座って言いますけど、うん、だから機能があるものしか追わない人は絶対に線で結べないです。いかがでしたか？いや緊張しました。え、本当ですか？うん、すごい緊張しました、はい、ちょっと慣れてきました。お酒も進んできて、はい、今緊張がほどけた、はい、今やっと普通に戻りました、はい、でもなんか僕今日聞いてて自分の肩書きを語らないっておっしゃってたんですけど、まあ、結構やっぱりなんか都市計画やってる人みたいですよね。そうですか。はい、なんか道のことを考えたりで、そうですね、なんか結構そういうところはあるかもしれないかな、うん、街のことを考えたり、まあ、建築家がよく言うんですよね、森を見て木を見ずみたいな、うんうんうん、あ、木を見て森を見ずとか、はいはい、よく言うんですけど、なんか南さんはよく僕らが知ってる建築家よりよっぽど建築家らしいというか、あ、なんか、
あっという間の時間でしたけど、103回目のゲストは南隆之さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。みんなやっぱり何か飛び抜けるために特殊なことしないといけないって思ってると思うんですけど、普通のこともちゃんと丁寧に積み重ねると絶対特殊なとこまでたどり着かないので、それをみんなきっと勇気もらえたんじゃないですか。後半はちょっと調子に乗るぐらいですけど、ありがとうございます。次回は8月23日に松尾大さんという整え親方と呼ばれてますけど、プロサウナーの方をお呼びすることになってます。